御所先度参りは、天明7年6月7日に発生した京都御所の周囲を多数の人々が回り、先度参りをした事件。この御所先度参りは、天明7年6月7日頃から始まった。はじめは数人だったが、その数はだんだん増えていき、6月10日には3万人に達し、6月18日頃には7万人に達したという。 御所先度参りに集まった人々は、京都やその周辺のみならず、河内や大見、大阪などから来た者もいたという。京都は人で溢れ、五桜町上皇からは3万個のリンゴが配られた。他にも、有栖川の宮や一条家などでは、茶が、九条家や高塚酒からは、握り飯が配られた。合格天皇がこの事態を憂慮し、京都諸子代を通じて、 江戸幕府に基金に苦しむ民衆救済を要求する。これは、緊中な三区下諸ハットに対する明白な違反行為であった。そのため、天皇のおじでもある関白、高塚佐助平も厳罰を覚悟して同様の申し入れを行った。これに対して、幕府は、米1500票を京都市民へ放出することを決定。ハット違反に関しては、事態の深刻さから、 天皇や関白が行動を起こしたのも最もなことであるとして不問とした。この背景には天命の大飢饉や同年4月に徳川家成が将軍に就任したことから特性を求める意味もあったと思われる。また、朝廷の行動が実際の救済行動に結びついたことで、そん王論の交流の一因となった。ありがとうございます。